まず、サービスサイトとオンドメディアが別ドメインで、別の GA4 で計測されているケースなのか、それともクロスドメインでどっちも1個の GA で計測しているのかというところで、解答の仕方変わってくるので、それぞれでお伝えします。まず、クロスドメインで両方とも1個の GA で見れている場合は、オンドメディアをご覧になった方だけを対象とするのはユーザーのセグメントですね。これ作っていただいて、ユーザーセグメントがメディアに閲覧した経験がある方のコンバージョンがレートが高いのか、実績が多いのか、またはどこがよく見られているのかといった、ユーザーセグメントベースの評価をすることで、どれくらいコンバージョンに寄与する可能性があるかという期待値を測ることができるんじゃないかなと思います。また、全く別々のドメイン、別々の GA4 で計測されているといった場合は、オンドメディア経由で発生したセッションやユーザーの実績を、これもセグメントなので、フィルタリングして、傾向を見ていくといいんじゃないかなと思いますが、このあたり、別ドメインだとかなり話広がってしまうんですけど、村山さん、何かいいアプローチ方法などあれば、いかがでしょうか。別ドメインであればなんですけれども、オーディエンスというもののリストを作り、そのオーディエンスを使って、その他のサービスの広告を配信をするみたいなことは可能なのかなと思います。例えば月10万セッションあるのであれば、1回しか来てない人もいれば、5回もくらい来ているみたいな形で、結構そのファンみたいな方の、クラスターを定義できるかなと思うので、そういうファンというクラスターのオーディエンスを作成して、その他の、事業で展開されているサービスについてディスプレイ広告で配信してプロモーションしてみるみたいな活用方法は試してみても良いのかなと思いました。ボリュームがあるので僕も賛同です。ボリュームがあるときはオーディエンス機能を使えると、はい、そうですね。このオンドメディアが実際のコンバージョンや売り上げとどれぐらい近いテーマなのかっていうのもポイントにはなりそうですよね。この話だけだと、じゃあ実際にこれぐらいまで踏み込んで活用できるみたいなのは言えないかもですね。手間とかそういうのが分かればちょっと言えるかもっていう気がしております。はい。